さあ、お前の罪を数えろ。フード探偵 ということでね今回はフート探偵というアニメ見ましたのでそちらの方の話していきたいと思いますフート探偵皆さん見ていますか今期のアニメになってくるんですけれども見られる環境が結構限定されていて始まったのも結構最近になってくるんですよねということで見てない方も結構いると思うんですけれどもこれがねめちゃくちゃ面白かったのでちょっとね今回取り上げていきたいんですけれどもまず初めに僕はこのフート探偵というアニメがやるにあたって最初全く見る気がなかった んですよね、その理由なんですけれども、この作品って仮面ライダーなんですよね。 皆さんは仮面ライダー見たことありますか僕は1ミリも見たことがないんですよね。あの、今まで生きてきた人生の中で仮面ライダーシリーズを見たことが一度もなくって全く知らないんですよね。ですのでもうこの作品はフート探偵、あの仮面ライダーダブルっていう2009年に放送された仮面ライダーの特撮ドラマの続編タイトルになってくるんですよね。その時点で僕はもう完全にお門違いだと僕は見る作品じゃないんだと思っていたんですけれどもコメントでいろいろ来ましてフート探偵から見 見ても面白いですよっていうコメントが割とあったんですよねじゃあそこまで言うならとりあえず見てみるかっていうことでねあの見てみたんですけれどもめちゃくちゃ面白くてこれが前作も知らないしなんなら仮面ライダーほぼ知らない僕が見てこれだけ面白いと感じるならこの作品のポテンシャルとてつもないものがあるなと思ったんですよね というか、この作品の経歴がまず面白くて、仮面ライダーダブルっていう特撮ドラマが2009年に放送されて、その後、2017年からこの仮面ライダーダブルの続編が漫画作品として、フート探偵というタイトルで連載が始まったんですよね。で、それが、今回、初の仮面ライダーシリーズのアニメ化ということで、テレビアニメとして放送されるっていう、実写漫画アニメっていう謎の系語を辿っている作品でございまして、もうその理由も、フート探偵の内容を見てみると、ちょっと納得がいくというか、 どれはこの漫画がですね、まあ、ビッグコミックスピリッツっていう、まあ、青年誌で連載されている漫画らしくって、あのー、仮面ライダーにしては、イメージとしては仮面ライダーやっぱ子供向けで日曜の朝やってる作品ですから、やっぱそういう過激なものはやってないと思うんですよね。でもこの封筒探偵って結構見たところですね、あの性的表現とか結構暴力的描写とかも割とあったりするんですよね。というところでちょっとやっぱり年齢層的に仮面ライダーダルを当時見ていた人たちが、大人になってから見ても楽しめる 仮面ライダーとしてある意味設計された作品なのかなと見て思いましたねで全く知らない僕なんですけれどもめちゃくちゃ楽しめたっていうことで、まあ、その理由としては根底にあの主人公が探偵ということで探偵物語っていうのが割とベースにあるわけなんですよねで探偵としてこのフートっていう街を舞台にしてその街で起こるいろんな事件を、えー、その探偵としていろいろ調査していく中で最終的に怪人ドーパントって呼ばれるんですけれどもまあそいつらとの戦いが描か,かれていくっていうところでございましていろいろ ドーパントとかガイアメモリとか仮面ライダーダブルを見ていないとわからないようなセリフ出てくるんですけれども、全然わかるように作られているんですよねこれがとまたでもそこが全然説明不足になっていなくてすごいスッキリと入ってくるような分かりやすい構成になっているところがすごい初見の方にも優しい作品なんだなと思いましたね。うん、<S <S そして何といっても仮面ライダーに変身してからのシーンについてなんですけれども、まずその土台にあるねその探偵物語のドラマ部分が面白いのでそこにアクションシーンとして何が乗ってこようと思う。 面白いとは思うんですけれども、仮面ライダーが乗ってきた時、まあ、よりね、アクションとしてド派手だし、なんかセリフもキラーワードがすごい光っていたりとかして、まあ、すごいかっこいいなと思いました。で、そしてアニメーションなんですけれども、めちゃくちゃ作が切れてますし、音響も超かっこいいんですよね。どこが作ってんのかなと思ったら、スタジオ回だったんですよね。いやそりゃすごいわと納得しましたね。ということで今回はフート探偵というアニメについて話していったんですけれども、仮面ライダーダブルを知らない、いやむしろ仮面ライダーを知らない僕が見てもめちゃくちゃ面白いと感じたぐらいですので、 まあ、ぜひともね、仮面ライダー見たことない人でも見てもらいたいですね。結構今現状見れる視聴環境が限定されていて、配信だと UNEXT で先行独占配信がされているのみでございまして、えテレビだと東京 MX と3テレビでしか放送されていないので、かなり限られた視聴環境なんですけれどもねえ、第1話が公式にね、無料でアップされていますので、気になった方はぜひそちら見てからえ、続きをどうしようか考えてみてください。一応10月から BS で放送されることになっております。ということで今回はそんな感じで、1ミリも仮面ライダー知らない 僕がフット探偵見てみた結果でございました。皆さんどうもぜひともこえでお願いします。それじゃまた。